します。 YouTuber になりたいって言ってる。ゲームの方わかったぞ。おっ、まああんまり喋りたくないですけど、じゃんけんで決めない決めろや、やめろや監督。じゃんけんぽい。はい、梅谷くんベンチで。あ、さ、どういうこと？ルールだからじゃんけん。最終的に不公平。オッケー。よーい。スタート。3のままでいきます。持ったら、いや、いけるね。次こそやってやりますよ。ゴールね、ゴールの1と、太陽の1。太陽ちょっと回らない。しっかり把握した。アドバイスよか、あの、YouTuber って。あ、結構、君たちあの、ピッポンとしてるから、はい、自信持ってプレイしたら、多分。あ、全然いけるよ。分かりました。いい意見よ。そういうの欲しい。外から見ると、レッツの選手はもっとこう、ちゃんと行ってんのよ。じゃあ、行ったろ。行きましょう。よし、投げちゃおうかね。大丈夫、お願いしますよ。お願いしますよ。YouTuber ボールがいきます。はい、よーい、スタート。はい、マイプレイ、ということで、もしブラインドサッカーで YouTuber チームが目隠しを外し普通にプレイしたら、プロサッカー選手はどんな反応をするのか、チャレンジスタートです。スタート。はい、マイプレイ、マイプレイ、マイプレイ、どこ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 、いけいけ、どこ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 、ステップしてる気がするんだけど、どこ、ステップしてる気がするんだけど、どこ、どこ、どこ、やべえ、なんか俺すげえプレッシャー気がする。こんなことおっしゃった気がする俺。それで振り抜いた。いやー、よしよし、同点です。ペース結構いけば、ちょっと慣れてきた。ちょっと本気で、今の良かった。自信持って。急にどうした、みんな上手くなったね。自信持って攻めますよ。自信持とう、みんな自信持って行こう。同点やぞ、同点やぞ。いけ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 。え、どこだ、どこだ。ボイ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 。日本代表。ゴールキックからなんか言う。え、確かに。もう始まったんですか。スタート。やばい。ゴールキック、ゴールキック、ゴールキック。ゴールどこ？ゴールどこ？行きます。再開。はい。
ストップストップストップ。どうしたどうした。一回乗っていいですか。おかしいんだよ絶対に。いや俺ちょっと今上着脱いでたまたまこれ外れたんですけど、全員見てます。おい。ユーズワンだかここなんだかわかんないけど、もう自分がどこにいるかも。こうやってやってた、こうやってこうやってこうやって。5点から、じゃあラス、ラス1点1点取った方が、1点取った方が1点だけど、これなしで、これこれなしで OK。 注意受けてもらって、注意ですか。あの、ここ顔上げた、顎を上げたって言ってたら、顎なしで、顎上げるんだ。マラソンの最後なしで、顎を上げた時点でファール、顎上げたらファールだからね。顎上げたら退場、一人ずつ退場ね。顎上げた時点で退場。ちゃんとやりましょう、ちゃんと。ラスト1点のところ。しっかり顎引いてやるよ、顎引いて。もう、テコはなしなんで。平気でボールマンだと思ったんだよ、マジで。本当にそうだ。すげえなと思って、マジで。ちゃんと。よーい。ラスト1点。よーい。スタート。ラスト1点。いたよ、いたよ。バイ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 。バイバイ。バイバイバイ。バイバイ。バイバイ。YouTuber チームの負けです。ビスルチーム勝利、おめでとうございます。よっしゃ。俺らがさ、あれ気づかなかったらさ、どういう編集したの。わかりますわね。めかき人ってプレイしたらどんな反応するのか、やってみましょう。あんた横パスピョーンって。すごかったもん。プロの選手、新人はしてたから。はいはい、はい。頭ブシ。このシーンは皆さん見ていただいたら分かります。皆さんがどういう風に。やばい。それはやばい。いや、失敗だろ、これは失敗です。失敗ですが、いいのは撮らせてもらいました。はい、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。
てね。ありがとうございました。